こんにちは、カブパパです。目の前の産地ですね、これが篠谷富谷連峰っていう、別名宇都宮アルプスって呼ばれてるとこですね。去年のね、大体6月ぐらいに、うちの奥さん、カブママさんと登ったんですが、それからだいぶ経つんですが、ちょっと今日ですね、登ってみようと思います。だいぶですね、湯守山の方はですね、頂上雪があるのかな、白くなってるな。今日すごいね、僕軽装なんですけどまあダメならダメで別にいいんですけど、ちょっと登ってみたいと思います。ここはですね、宇都宮アルプス方面の登り口ですね。こっち行くとね、北側からの登り口になるんですよね。榛名山男山って書いてありますけど、こっち側から登ることができます。ちなみにですね、こんな感じの杉の林ですね、これ全部植林ですけど、こんな顔ずっと、登っていきます。ちょっとね、足元はあんまり良くないですね。今日はね、何せストックを忘れちゃいましてね。うちはね、この山から車で20分もかかんないんですが、戻ろうと思えば戻れるんだけど、もう9時25分は、7時にはここ登ろうと思ってたんだけど、もう2時間半ぐらい遅れちゃいましてね。今日はちょっと午後戻る用事があるんで、いい運動をしようということで来たんですけど、ちょっと急ぎの参考になりそうですね。出発からまだ1、2分ですけど、こんな感じのですね、杉林を、ゆっくりゆっくり高度上げていく感じですね。今ね、9時45分、出発からだいたい30分ぐらいですかね、撮影しながらなんでゆっくり登ってきてます。ちょうどここのね、これアスファルトをずっと来たんですけど、ここで分岐がありますね。目的の男山榛名山方面はこの右ということなんで、ここからトレイル路ですね、こう歩くようになります。晴れてはね、なんてことないんだけど、雨降るとこれヨクヨクになっちゃって、この音、寝ちょ寝ちょっていう、ちょっと雨ってきたんで、やだな、天気予報当たっちゃったな。上の方はちょっと無氷みたいになってますね。ちょっと道がこんな風になってきて、やっと山登りらしくなってきました。岩のてっぺんが多分山頂だと思います。ここから結構
ついことはきついね。くそ、杖を持ってこなかったと。中華忘れたのが、この辺に効いてるね。これ一旦ね、まあ、ちょっとだけど、ちょっと下がって、あそこの岩ですね。登るとあそこ山頂です。さあ、あと1、2分、1分ぐらい、行きましょう。ストックがないのが嫌だな。床山です。男山山頂です。夏来た時はね、葉っぱがすごくてとても展望なんか拝めなかったんですが、冬はさすがによく見えますね。と言ってもね、方角的にはですね、春菜あれだ、あれが春菜山ってことは、あっちが高原山の方ですね。じゃあ山頂、そうですね、今10時40分元山の方に向かって降りてきたいと思います。男山から、稜線伝いに元山行くはずだったんですけど、ちょっとね時間の関係でね、春菜山に行ってですね、そっち優先することにしました。それなんでね、今ね一気にガーッと降りてきたんですよ。結構降りてきましたね。まだこれからも降りるんですけど、一回降りてですね、春菜さんの方にぐっと登り返すと。あっちが頂上ですけど、結構、傾斜が急になります。滑りづらい、トレッキングシューズを履いてると言ってもですね、結構凍ってたりして軽アイゼンぐらい持ってくるべきだったんだけど、しょうがないね。わあ、来た。はい、今日2座目ですね。春菜山の山頂です。今から30分ぐらい前ですかね、そこの男山の山頂にいました。あそこからこっち見てたんですね。この方がね、さすがにあの、まあ、山、山地の端っこだけあってですね、その方が広く見えます。この辺が日光の山々なんですよ。ちょっとガスって見えませんけど、こっちが足尾方面、こっちももちろん見えません。高原山がこっちですね。天気が良ければね、ここ本当に見晴らしはいいんだけど、仕方ないですね。それでは春菜山を後にしたいと思います。やっと稜線まで上がってきました。ずいぶん上下がってからぐーっと登り返してですね、ここはあの宇都宮アルプス篠井富谷連峰の稜線ですね、主稜線。ここをまたぐーっとかなり下ってですね、で登り返すとあの山が元山、
本山って書きますけど、元山です。そちょうめ向かっていきたいと思います。このね、僕はやっぱここの好きなところで一番なのは、これ稜線歩きがねすごい気持ちいいんですよね。あの、完全にこっちがですね、西と東にこう分かれてましてね、こっちは高原山とか那須の山が見える方ですね。こっちはあの、完全に日光とか、あとは宇都宮の西の外れ、古賀志山とかですね、こう分かれて見えます。今の時期はあの、葉っぱがないし空気も澄んでるんで、すごくこう見通しがいいんですが、これ去年のね6月のビデオを見返すとよくわかるんですけど、普段でしたらこんなに展望は良くないです。あとね、やっぱり今年雪が少ないですね。例年ですとここら辺もね、やっぱり多い年は 10センチか20センチぐらい積もってるかな。あの、一部アイゼンなど滑り止めがないとですね、危なくて登れない場所が何箇所もあります。ここもかなりねアップダウンがある稜線なんで、ちょっと気をつけていきたいと思います。ちょうどね、この辺があの、元山と男山の中間、ここにね、金鉱の跡があります。金鉱、金山の跡ね。確かこれだと思うんだよ。ちょっと回り込めばわかるんだけど。ね、ちょっと今日は足元が悪いから、気をつけて。おっと。これですね、これがね、篠井金山金鉱の跡です。あの、もう行こうとしても途中で蓋されちゃってんで行けませんけど、あの、以前ともだいぶ前だと思いますが入れたそうです。まあ、ここが金山跡だったっていうのはちょっと豆知識として、本当の主稜線がねここなんで、稜線のすぐ下、ここが金鉱だということですね。それでは主稜線に戻って、元山に向かいたいと思います。ここは割と急登なんだよね。よいしょ。結構ね、上から岩が落ちてくるんですよ。本当の話、落石注意なんて書いてあるけど、おっと、おう、分岐です。こっち行くとぐーっと巻いて飯盛山、ここまっすぐ行っちゃうと元山です。もちろん元山に行きます。あ、結構急なんだよね、ここ。よし、行きますか。はい、あとちょっとで稜線出ます。よいしょ。あれが
きまで行った男山だね。さあ稜線に決めてましたので目指すあの山です。よし来ました、来ましたよ。さあ今日の目的地本山です。おお眺めいいね、さすがだね。三角点本山山頂、いいね。こっちから登ってきたんですけど、山頂はねだいたいこんな広さ。そうね、まあ、こう丸くなってるんであれだけど、畳そうだね8畳間2つぐらいかな。そのうちほとんどは座れないけど、一応12時目標にしたんで、いろいろ春菜さんと男山の間で同じとこ二度通ったりって無駄がありましたけど、それでもね12時までには3つの山登れましたんで、ここで飯作って食いたいと思います。すげえ1分かかんねえ40秒ぐらい金の麺の味噌味ですね。さあドボンドボン、これポケトーチ、やっぱりこれに限りますね。煮卵とチャーシューですね。
腹減った。いや、いい感じですね。それにね、今回は半熟煮卵、いいね。半熟煮卵、切った方がいいんかなこれ。まあいいや。それとチャーシューの切り落とし。まあね、こんな山の中でやってますので、寂しいから豪快に全部入れちゃいましょう。これこんな感じです。チャーシュー半熟煮卵味噌ラーメンまあ、まあ何でもいいけど食ってみたいと思います。いただきます。うめえ、うめえ。うわ、チャーシュー何枚あるんだろう。12枚まで数えたんだよな。お疲れ様でした。一気食い。これに関してはすごいですね。買ってよかったと思いますね。じゃあコーヒーでもね、食後の飲みましょうか。カフェオレ。今ですね、1時5分ちょうど12時5分に、本山山頂に着いて1時間ですね、飯食ったりコーヒー飲んだり、15分うとうとしたりですね、もう疲れが取れました。それではですね、ちょっと午後用事があるので、もう本当はずっとこう縦走していきたいんですけど、まあとりあえず出発地点の子供のなんとか感忘れちゃったけど、出発地点に戻りたいと思います。まあ行きと同じとこ行ってもしょうがないんで、帰りはですね、飯盛山の方にぐっと回って帰りたいと思います。ここはね、それなりにいい訓練になるんですよ。こう刺激があってすごくいいんだけど、舐めてかかるとね、ケツペタ打ってね、痛い目に遭うんで、ちょっと気を抜かないように降りていきたいと思います。なかなか今日は天気は良くないし、まあすごい午前中湿度があって嫌だったんだけど、歩き自体はこう結構楽しいですね。まあいろいろね、家でね、お悔やみ事があったり、あとは親類知人でやっぱりお悔やみ事が続いたんで、一月ちょっと山に来てなかったんですよね。なんか今までね、ずっと一月ちょっと間が空くなんてことは、ちょっと病気で休んでた時以外は
なかったもんですから、体がだいぶなまっちゃってたんだけど、やっぱり来てみるとね、いいですね。自分の足の衰えもよくわかるしね。ぐちょぐちょ、分岐だ。ここはですね、こちきと飯盛山ですね。こちきと今来た本山、去年の6月はですね、ここずっと行って鉄塔の脇通ってですね、あれが飯盛山ですね。ちょっと見えないかもしれないけど、今日はねちょっとお時間がお時間なので、このまま戻っていきたいと思います。やっと、子供の森の敷地に戻ってきましたね。こっからはあとこの沢の向こうが駐車場なんで、あと10分ぐらいかな。